グータラズです。今日はね、久しぶりの ER34 スカイラインの作業になります。でもまあとはいえね、車両は出てきません。まあ前々から気になってた鍵をね、どうにかしたいなと思ってたんです。そう、前回はね、 RX7FD3S の鍵を津軽塗りに成功しました。これはね、リンク貼っておきますんで、それに伴ってこれもやっていこうと思ったんです。どう見て、しょぼくない？もうすっごいしょぼいの。いやいや、これがね、本当気になっててね。そう、トランスミッターを外して、でも加工できる状況に持っていきました。そう、このイボイボをね、削っていきましょう。まあ今どういう風にするかっていうのをね、だんだんね、作業していく中で説明していきます。このイボイボをね、ひたすらヤスリで削るだけです。まあこれがさ、 GTR とかだったらまたかっこいいんだよ。 GTR って書いててさ、かっこいいんだけど、なんだこの差がね、生まれちゃうんだろうね。やっぱりそうだろうね。ハイエンドな GTR に比べて ER34 はね、その当時めちゃくちゃね、安く買えたからね。俺もね、安い値段で買いましたよ。今はもう高額だからね、もう下手に売れないっていうね。そう、こっち側もね、イボイボ取っていきましょう。そう、こうやってね、綺麗にイボイボを取ってあげました。で、まあイボイボを取ったので、どこに何を施工するかと言いますと、あそこの日産って書いてるところ、あそこに螺鈿にしようと思ったんです。そう、ここにね、なので足付けをします。ヤスリで削った足付けをしてあげて、これでね、準備完了です。そう、今回は螺鈿です。貝を使ってね、やりましょう。そう、いつもお世話になります和信さんの工芸漆で。螺鈿の作業はね、もう前回何回もやってます。まあ文字盤もやったし、いろんなものにね、結構簡単に施工できて、それでいてかなり高級感も出ますし、かなり綺麗な輝きも生まれます。なのでね、何回もやってる作業、軽く流していきますんでね。漆、黒い漆を塗って、そしてね、切り貝、切った貝をパズルのように並べていきます。ここに別に1枚貝でもいいです。その切り方、その三角じゃなくてもいいです。線路、このまっすぐ線に切ってね、こう並べたりとかね、いろんな方法がありますからね。これね、視聴者さんでね、文字盤やって綺麗に作ってる人いたな。インスタにね、くれた人なんですけどね、めちゃくちゃ綺麗だった。いやー、いろいろやってんな、みんな。そう、ああいう風にね、綺麗に並べていきます。ああやってこういう風にね、いろいろこう、やっぱりね、自分でやるってことが大事です。ああやってこう、みんなこうやってくれるとね、また自分の生活っていうのもね、豊かになってきます。いろんなものにこう応用が効きますんで、鍵だけではなくてね、いろんなものにこう施工できるからね。そう、綺麗でしょ。やっぱり綺麗だな。そう、この上からまたさらに黒い漆を塗り、隙間を埋めて、そして隙間を削ってフラットを出すんでね、この上からまた漆を塗って、そしてまた放置していくって感じですね。そう、こういった感じでまた乾燥、そして塗って、そしてまた乾燥、その工程を 2,3 回繰り返します。そう、乾いたんでね、研ぎ出ししていきましょう。で、まあ乾くにね、結構時間かかります。俺はね、結構早めにやっちゃうタイプだから、待ってらんないんだよね。だからよくよく失敗するんですけどね、きっちり乾燥させた方がいいです。乾燥はね、最低でも 2,3 日かかります。そう、いつも通りやりましたよ、皆さん。研ぎすぎ、これなんだろう、一回もね、まともに成功したことないね。なんだろうね、何なんだろう、いつも失敗すんだよこれ。そう、まあ言わずと知れた修正のプロですから、この辺は研ぎすぎたって何ら問題ありませんよ。そう、あの部分を巻き絵にします。またね、和信さんの工芸漆ネオクリアを使います。あそこの剥げちゃった部分、あそこに漆を塗ってあげて、で、金箔をね、置いていくんです。こうなるので、こう大きく置くのではなく、ほら、あれぐらい小さい細かいのをね、ちょん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 ってこういう風に置いていくんです。そうするとこう、パッとこう星のように綺麗に輝き出しますんで、あの地味で細かい作業を繰り返してください。乗せていくだけ、本当にこれだけです。何ら難しくない、これだけです。それによって唯一無二のものになりますから、
ね、ほら、あそこだけ巻き絵にしたんです。あ、なんかポイントアクセントになっていいかなと思って。あの状態でね、また乾燥させていきましょう。そう、前回 FD サイエンス RX7 の時にやった時も鍵もそうなんですけど、文字を入れたかったんですよ。で、今回も文字を入れたいんです。前回の教訓を生かして最初からステッカーで作りました。これがまあ小さく作りすぎちゃって、このステッカーを抜くのが一番大変でした。これが一番大変だった。しかもね、こう筆記体にしたんだよね。いや、取れない取れない。本当にめんどくさかったな。あんだけこう10個ぐらいこう羅列を作って3つ失敗しました。そう、やっとのことできたのがこういう感じです。あそこに螺鈿をね施して巻き絵もある、その上にスカイラインの文字をね入れました。どうですか。で、まあ筆記体であの文字の小ささでしょう。抜くのがすごい大変だった。3つねダメにしました。ステッカーはね3つほどダメにしましたが、いやー綺麗になったな。でまあこれだけで終わりじゃないですからね。この他にまたもう一つ工程を加えていこうと思います。そう、あそこの部分がちょうど巻き絵だね。そう、貝を削りすぎて金箔をこう細かく乗せたところ、その上に全面にねスカイラインの文字を入れました。そう、あの辺を全部ね本当はカーボン柄にしようと思ってるんでね、これはまず途中経過です。まだ途中経過です。この後にねまたもう一工程ありますんでね、それは次回やっていきましょうね。ってことで、久々の ER34 の動画でした。まあ ER34 一つも出てきてませんけどね。まあ気になってた鍵、まあ FD の時も RX7 の時も鍵を津軽塗りにしたんですよ。で、まあ RX7 はまだまだねインテリアもやってないから、まああれをまあインテリア全部津軽塗りにしようとは考えてるんです。で、まあ ER34 の場合はスカイラインの場合はもうインテリアが出来上がってます。なので、まあそれに合わせて鍵もダサかったから、何せダサかったので、一番大変だったのがステッカーの抜き。まあね、あれで作ったんだけど、ステッカーを作ってね貼りました。もう大変すぎて撮ってないけど、見てくださいこれ、こういう感じ、綺麗でしょ、かっこいいのよ、かっこいいので、まあこれに次どうするか、まあ ER34 の動画見てくれてる人分かると思うんだけど、インテリアをねイージーグラフィックでカーボン柄にしたんですよ、施工したんですよ。なのでこれにもねイージーグラフィックでカーボン柄を施工しようかと思ってます。裏表ね、ここに全体じゃなくて、この白くこのなんていうの足付けしたところだけにしようと思ったんだよね。で、本当はカーボンを貼ろうと思ったんだけど、ちょっと厚みが出るのがちょっと嫌かなと思って悩んでます。どっちがいいかね。やっぱ本物のカーボンの方がいいだろうけど、厚くなるんだよね、結構厚みが出るんだよ、多分ね結構厚くなるんだよね。だから持った感じ熱くなって、こう嫌かなと。あと鍵もねこれキーレスだから開けづらくなるんじゃないかと思ってさ、ちょっと悩んでます。だからイージーグラフィックでいいかなと思って、もう一回ねイージーグラフィックのね施工の仕方を詳しくその時紹介していければなとかって思ってるんですけどね。鍵、まあ使えないね。 ER34 もうネオクラシックという部類のジャンルになってきてます。鍵なんかマジですね、これ GTR だったらめちゃかっこいいんだよ。 GTR だったらめちゃくちゃかっこいいのに、 ER34 になった途端これです。ダサいでしょ、これだったんだよ、ダサいでしょ。だからまあこれをね少し加工してあげて、でまあ螺鈿と巻き絵と失敗したところねきっちり修正したからね。まあ次回ねこれにイージーグラフィックをかけて、イージーグラフィックでカーボン柄を乗せて、そしてまあ最後、まあ、クリアをかけて、クリアでまあウルタンクリアをかけて、それで完成したいなと思うんで、次回ねちょっともう一回イージーグラフィックの施工の仕方ちょっとね詳しくやっていきたいと思います。なのでね今日は ER34 の動画でしたが、 ER34 一つも出てきませんでした。鍵だね、これね結構簡単だから皆さんぜひやってみてください。今なんかまあスマートキーでね、まあ、鍵なんかこういちいち刺さなくてもいいからね、結構この手に持たなくていいから、なおさらこういうことできるかなと思います。結構ね簡単なんでやってみてください。
ご視聴もありがとうございました。